ケンブリッジ英検 CP と国連英検特級、どっちが難しいんだ、チャップとかテリーとかを知ったわけですよ。これがもう得意分野を生かせない、僕はもう超絶苦手だと思います。細かい人名、地名、年号、ということで始まりました、マチャシアンです。さあ、今回はですね、タケレスリングシティ CEO の伊関さんにおいでいただきました。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、タケレスリングシティ CEO、資格いっぱい取ってると思うんですけど、ハローだよ。はい、ハローだよ。ケンブリッジ英検CP 一番上と国連英検特 A 級、まあどちらも英検一級より上と言われて、英検一級終わったらどっち取ろうかなとかって言われるんですけど、どっちが難しいんだっていうのをですね、なるほど、聞いていきたいと思うんで、まあ僕の意見もあるんで、まあ両方僕は分かってますので、はい、はい、そちらの話をしていきたいと思います。語っていきましょう。国連英検特 A 級、そしてケンブリッジ英検 CP が最高峰といわれる英検級がこう基準となりますみたいな感じなんですけど、まあ僕からすると合格の難易度で言っちゃうと、国連英検特 A 級の方がムービーです、 CPE よりも。それなんでかっていうと、僕がリスニング得意マンだからなんですよ。CP ってちょっとどちらかというとイギリス英語割と多めに入ってたりするじゃないですか。一番スコア低かったのがリーディングの方だったんですね。で、リスニング、ライティング、スピーキング、それぞれのスコア忘れちゃったんですけど、の方がリーディングよりも高くて、そっちで稼いで合格できたっていう感じなんですよね。CPE は一発合格しました。だから結構僕の得意なものが活かせるスタイルの試験だったんで、CPE はむしろそんなに勉強しなかったんですよ。なるほど。多分国連英検と比べてもう10分の1とか勉強時間で言うと、で普通に受かるなこれはっていう感じだったんですよね。まあただ難しいですよ、はい、10分の1と言っても割と勉強はしました、うんうん、勉強しないで言ったらちょっときついかなっていうのはもう感じたので、ケンブリッジ英検っていうのはイギリス英語なんです。まあまあ他のノンネイティブも出てきたりするんですけど、うん、まあ、基本はイギリス英語なんですよ。だそこのベースも違うかなと思います。うん、そうですね、はい、ではこのイギリス英語に触れてきた伊関さん、はい、イギリス留学してた伊関先生っていうのはやっぱり CP で知ってる表現っていうのがいっぱいあったと思うんですよ。で、僕なんかは初めてちゃんとイギリス英語を勉強したので、それはきついかもしれないですね、はい、まず聞こえないんですよ。リスニングがめちゃくちゃ大変だったんで、僕は一番辛かったのはリスニングですから。へえ。リスニング、あのオブジェクティブみたいな書いてある対策用の参考書があるんですけど、あれを iPhone かなんかに音源入れてずっと歩きながらとか聞いてるんですけども、ほぼ全部さーっともうスラーって聞けるんですよね。あーあー懐かしいみたいな思ってたら合格できるっていう感じなんで、もちろんそれにね耳慣れしておくとか、やっぱスピード速かったりとか、あと講義の内容とかもたまに出てきたりとか、あれは難しい。まあ、もちろん難しいんですよ、全体的には。やっぱ引っ掛けがもう、そのやらしいんですよ、すごい。うん、もう嫌で嫌でリスニングが嫌いでしたわ。だから初めて、だチャップとか、テリーとかを知ったわけですよ。あボーイだなんて、ね、日本にいても習わないわけですよ。うん、テリー、テレビジョンだってのは知らないわけ。だから僕勉強してて、スイス人のクラスメートたち、バンクーバーでやってたんですけど、はいはいはい、もう前もそんなのも知らないのみたいな、いっぱい言われましたね。確かに、イギリス英語を勉強してる人だったら、当たり前に知っておかないといけないっていうところが出てくるのかもしれないですね。まあ逆もしかりで、こっちはアメリカ式で習ってて、うん、彼らが知らないみたいなのもあって、あ多分僕そういうの分かんないです。バンドエイドって僕が言った時にみんなが分かんなくて、あ確かにはみたいに言われて、でいやいやいやバンドエイドだからって言って、プラスターって言われたりするわけですね。ですね。そうか習ってないんだとか、はいはいはい、はい、すごいできるけど、モードローンこの芝刈りするとかっていうのは分かんないわけですね。知らないっていうので、あやっぱ文化の違いだとか、習ってこないんだイギリス英語ではっていうのが、確かに知ったりはしたんですけど、まあまあまあそういうイギリス英語あったんで、あちなみに僕はリーディング圧倒的に上でした。いやーリーディング苦手なんですよね。リーディングがなんかランクついてて、うん、A だかなんかなんですよ、その上のやつだったんで、多分本当もうギリ合格ぐらいの、もう本当にリーディング一番低かった、もう相当低かったですよリーディングは。ちなみに僕が受けた時の方が難しいんですからね。今の優しくなってるんですで、逆に伊関さんは国連英検の方が、そう国連英検まずリスニングなし、はい、これがもう得意分野を活かせない、かつリーディングの点数が80点かな、はいはい、でエッセイが20点、うんうん、もうライティングの方がまだマシなのに、はい、ライティングでさえ2割になってしまうと、はいはいはい、もうね最悪ですよなんでこんな苦手なところで頑張って戦わなきゃいけねえんだと、そういう戦いがありましたと。さらにですね、国連英検のもう第1問、はい、もうこれがもうね僕はもう超絶苦手だと思います。国連の知識ですね。そうですね、
これに関しては今の方が圧倒的に難しいです。僕が受けてた頃よりも、受けてたって1回で合格してるんですけど、はい、昔は過去問に出た問題しか出なかったんですよ、ほぼ。だから10問中9問は見たことある既視感があるみたいになるのが当たり前だったんですよ、はい、だから僕過去問書き集めて、でそれで分析したら何度同じとこばっかじゃんっていうので分かってたんですけど、そうですよね、今は違うんですよ。そうなんですよね。いや今本当にもう新しいものから出るんで、どっから出てくるか分かんないんですよ。めちゃくちゃ難しいっすね。昔はその検証のこの章だけ覚えとけばいいみたいなのあったのに、うん、今は無理なんで、どれが出てくるかまだ分かんない状況なんで、今の受験生はきついっすマジで。ですね。国連のこのオフィシャルのテキストの中でも一番最初のアドレス to the General Assembly かな、はい、みたいなところのスピーチあるじゃないですか、うん、そのスピーチの中からも出たりとかしたりするんで、そうで細かい人名地名年号、うん、そうそうそう、俺らが問われるので、うん、本当に何をやってんだっていう気になると思うんですよ。辛いと思います、うん、マジでこれです。で Q が上がれば上がるほど範囲が広くなってくるんですよね、うん、そのテキストの出る範囲が広くなるので、うん、特A だとそこも出ますので、こうすればいいんだなっていう対策法は分かったんですけど、その対策をするには時間がやっぱりかかるわけですよね、うんうん、なんでそこの時間を取れるかどうか、まあ逆に多分ちゃんとあのテキストをやり込んで出る傾向はあるんですよ、はいはい、長すぎる一文出ないじゃないですか。センテンスの中で穴埋めになってくるんで、うん、大体のそのセンテンスの長さで区切って、あ、この長さなら出る可能性あるなと。ああ、なるほどね。そしておそらく国連はこの表現が好きそうだなと、うんうん、いうものを覚えるようにしていけば対策は多分できると思うんですけど、うん、まあね、時間がないっすね。なんでそこはちゃんと対策すればね、留学行ってない日本人とか、逆に大学受験みたいな対策にちょっと近くなってくるんで、世界史日本史の暗記とかに近いと思うんで、そういうのやったことあるよみたいな人だったら意外と取れるのかもしれないですけどね。そして語彙がね、英検1級の語彙問題ってやつが文章中に出てくるんです。文章であの難しいレベルの単語が出てくるので、はいはい、語彙も厄介ですし、まあ内容もすごく厄介ですし、だから僕も英検1級に初めて合格した時はほとんど語彙対策してなかったんですよ。大問1で25問出ると思うんですけど、多分15点とか、はいはいはい、もう本当にボロカスみたいな感じだったんですけど、リーディングの読解問題が満点で、リスニングもまあほぼ満点に近いような感じで、そっちで点数を稼ごうみたいなやり方で取っちゃってたんで、国連英検になるともう逃れられないじゃないですか。聞かれるレベルじゃなくて、まあ聞かれますけど、もう普通に分かってないと読めないってなってくるんで、まあちゃんと語彙対策をして、そうすると英検1級の語彙問題すごい簡単に感じるようになりましたね。25分の23とか24とか取れるようになってきたんで、挑戦してよかったなとは思ったんですけど、やっぱね、国連英検特 A 級合格するってためには、もっと勉強しないとダメだなっていうふうに痛感しました。まだ面接行ってないですもん、はい、あ、そうです、行ってないです、行ってないっていうか一時で落ちちゃったんで、二次試験が面接なんで、いやでもちょっとね、もう諦めモードに入ってます。いや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  CEO そうはいかないっすよ、ちゃんと取ってくださいよ。業務をしない期間が1ヶ月ぐらいあればいけると思うんですけど、うん、大丈夫っす、いけますちょっと国連のことをちょっとぶち込んでですね、で2次は結構やっぱ自分に関することも出てくるんで、はいはい、最初にこうシートがあって自分に関すること書くんで、うん、でそこに関してまず出てくるん でそこで答えられるようにちゃんとしておいて、そうですね、でちゃんと時事ですね、完全に時事を入れて、そこでまあ国連と絡めてちゃんと答えられるようにしておく必要、うん、まあ僕もちゃんと勉強したんで、はい、ニュース時事検定取りましたから、その時にああ、いつも言ってた CNN、BBC をもう常に見てたんで、うん、そしたら余裕で取りましたなるほど、まあ、もうやっぱりこれ来るだろうなって思った、予想したテーマがやっぱ聞かれたんで、あ、もう Let's talk about 何々って来た、来た、はいはい、やっぱりねみたいな、もう準備した通り、その時のノートどっかにねあるかな、書いてあるんです、僕時事まとめたものが、あ、なるほ なるほど、これが出やすいだろうっていうので、図紙とかしてまして、地図書いたりとか、本当世界史みたいにまとめたのがあって、いろんなキーワードをこう書いたりしてて、あ、でやっぱり来たなっていう感じ、予想通り、2次はもう全然いいっすね、うん、もうこれで落としたら許さないよみたいな、 A 級の方は表彰されましたからね。ですよね、すごいな。なんで CEO にはちょっとね取ってもらおうと思うまあだ僕は圧倒的にケンブリッジ英検の方が難しかったです。初めてのイギリス英語、苦しめに苦しめられました。そうですよね、あれはね向き不向きありますね、うん、いや単語のレベルとかだったら圧倒的に国連英検です。そうですね、全然国連英検。ただやっぱイギリス英語知らない人はやっぱ日常語まず分かんないんで、そこから相当厄介だと思うので、だ僕は CP が断然むずいと思うけど、伊勢崎 CEO は国連英検特英語が全然むずい、ね、断然むずいもう受かる気がしない実はどっちがむずいんだっていうのはこういう違いが、国連の活動にめちゃくちゃ興味を持てるかどうかとかも関係してくるような気がしますね。いや、あのテキスト読むのがもう修行みたいな感じなんですよ、うんうん、ただの苦痛でしかないみたいな、うんうん、
単語はまだ英字新聞とかに出てくると、うん、ああやった読めるようになるみたいな感じで得られるものがあるんですけど、国連の知識覚えてもなーみたいな気になっちゃうんですよね。これからの人生で使わないってことが分かってるじゃないですか、うんうん、はい、これ覚える気になんないんですよね本当に。で CPE もね、もうやればやるだけイギリス英語をさらに聞き取れるようになったりとか、まあ、メリットを感じるんですけど、国連英検のメリットを感じられないんですよね。これで移籍 CEO の挑戦続きます。はい、今回は関さんにどっちがむずいんだっていうのを聞きました。はい、ありがとうございました。